バレンタイン作んないかな今年も。買ったチョコをあげるかも。手作りする子はしてるけど、そやノイミーに入ってから一回も作ったことなくて。いやもうノイミーに入ってからとかのレベルじゃない、もう一番最後に作ったの中学校の時の友チョコレベルな気がする。そや高校でも作んなかった。バレンタインにさあんまりなんかあれなのかな。いやでもさ手作りとかじゃなくても嬉しいものは嬉しいよね、プレゼントとかって。それこそチータンの話なんだけど、チータンがお誕生日の時に2年前ぐらいのかな、さやの20歳の誕生日の時にチータンがお菓子をくれて、それが未だに開けられないんだけど、それがねお菓子の裏にお手紙みたいな感じでペッて貼ってあって、いつもありがとう、さやちゃんなしでは生きられないよって書いてあって、もうそれが超可愛くて未だにそのお菓子開けてません。そうちっちゃん可愛すぎる。うん、賞味期限はもうとっくに過ぎてます。可愛いでしょ。さやちゃんなしでは、そうそうそう、アンパンマンチョコもくれた。アンパンマンチョコはさやがめちゃくちゃお仕事いっぱいしてて、多分ね楽屋とかで疲れてたのかな、お疲れモードのさやちゃんだった時にちーたんがあげるって言ってアンパンマンチョコくれました。ちーたん財布の中にさややんとのプリクラ入れてるみたい。え、そうなの、めっちゃ嬉しい。めっちゃ覚えてる、チーとプリクラ撮った日。チータンにねおすすめのプリキ教えてもらった。さすが高校生だなって思って、そう可愛すぎる。これは相思相愛でいいのでは。ん？やっぱ両思いなのかもしれない。